ていう話も心に響いてここにしたんですけど、あーそうか知らんわって言って言わせてくれ、死んであるやろ。2023年の7月にできたとは思えへん馴染み方してる今井上のおでんが名物おでんをね、やっぱ冬ということで、うん、それレバーやっぱ、うん、うん、懐かしい給食でよう出てたの、これあったなぁ、ネギと苦手やった、俺もネギやったっけ、あれやろ、焼き鳥煮みたいなやつやろ、うん、レバーうまいやん、うまいやん、あと俺一番許せへんかったんがクリームシチューのレバー入ってるやつや、めちゃめちゃまずい、あれこれ白いクリームシチューの中に黒いつぶつぶが入ってる、あれやったわ、美味しいやん、栄養バランスが高いからとりあえず入れるやろな、いやなぁと思って、旬だ、めちゃくちゃ旬だよ、鯛だしの、うん、なんかね、寒い時におでんを食べないと、おでんとほんまに免疫力上がるらしい、そうな、温まるって、おでん食うてたらインフルエンザかかる、卵栄養しかない、うん、いいわ、うん、うん、なんか卵もあの割ってパッて開いた時にちょっと白みかかってる黄色とさ、オレンジであるやん、あとオレンジテンション上がるね、うん、あすんごい美味しそうに見えるな、うん、かき混ぜた時に濃いオレンジになるやん、あるあるある、あこれはいい卵だって、いい鶏になったんだろうなと思いながら、これだって岩も結構めど、あーやめど結婚式行かしてもらいまして2人で、まあいい結婚式、やっぱこの会場おすすめです、本当に、なんてとこあったっけ、なんてとこあったっけ、平等院本舗堂、総楽園、平等院本舗堂じゃん、なんで10円玉に刻まれる、総楽園でした、もう縁があってねっていう話も心に響いてここにしたんですけど、あーそうか知らんわって言って言わせてくれ、死んであるやろ、あれすごかったやん、いいとこやったよな、ほんまに、マジでいいとこ、マジでいいと思った俺、結構いろんな結婚式行ったけど、うん、よかったよな、なんかこう神戸っぽくてっていうか、そうそうそう、山もあってな、うん、庭園があって、そうスタッフがめっちゃ良かったな、あー確かにいい人そうやったみんな、いい人やったし、サンタコスプレとか、うん、あの聞かされてなかったよ俺ら、あーそうそうそう、子供と遊んでくれたりとか、なんかいいね、うん、なんか良かった、なんかな、ちょうどこう、いや漫才でもめっちゃ静かな、あそう漫才なんかもさせていただいて、ことぶきおまんなんて言っちゃってね、僕らのさすがプロやなって感じだったんです、そうやってた、いやみんな言ってたもんやっぱ、いやもうなんだよな、けどああいうとこでもする機会も初めてじゃないしな、あそうなんだ、何回か同級生のやつとか、うん、それは絶対手元差があるんだ、これあのここだけの話はあの有馬記念かけててずっと気にしてて結果をで、イワムが入場した時にレース見てましたよって言ってカメラ撮ってるふりしてスマホで動画見てましたよ、ほんまにちょっと見ててほんまにちょっと見ててほんとに、それでね、僕も当たって3連服、あ、そうなんや、よっしゃーって、なんぼ勝ちやったっけあれね、何万やって3000円ぐらいだけど言うてな、プラス3000円か、プラス3000円ぐらいやって、そう、いろんなとこ、そうそう、結局クラス3000やって、はあはあ、んだら、同宅のね、その岩村の高校の友達も、え、僕もかけてたんですってなって、8万買ってましたわそっからめちゃくちゃ、なんかめでたい、ちゃう意味になった8万も買う、あの日のにも片岡さん、すごかったよ、あったよな、だってまずブーケ取ったよ、そう、あのオマールエビの、そうで、前菜がオマールエビになって、そうすごいですね、片岡さんで、あの、岩村からのプレゼントがあって、そうそう、で、それでじゃんけんがそう、宅ごとで、じゃん、代表で出て一発で買ったでしょ、あの人、そう、片岡さん、ほんで、その後に片岡さん、有馬記念のどうですかって言ったら3連単でかけてたんですから、片岡さんってなって8万8万やっぱそこ真面目やからちゃんと結果も見んとな、うん、ちゃんとまだ見てないんですって言って、ああそうなんや、なんか全部において負けてる気がしてる、人としても、うん、競馬としても競馬師としても負けてたし、あの後カッコンなのに
飲みに行ってんけど、お祝いって怒ってくれたからね。だって8万あるもん、財布の中に。冬はやっぱ冬は高い、おでんと腹いっぱいやな、やっぱまだやっぱ焼肉丼が、焼肉丼匂いがしてたもんね。おじさんやしも焼肉丼食った後はきついか。ほんまに、ほんまにきつい。これおすすめみたい。これ飲もう飲もうってみんなで言ってた。出し割りのやつ。あのメズというか楽しくてハイボールばっか飲んでさ、でまあまあ後で出し割りに飲んだらええわ言うてたら、お時間、うん、でおでも持っていかれてっていうことで、ありがとうございました。次は出し割りをクロス見た、おいしそうだから、みんなはこの僕たちが飲めなかった、うん、このまた太陽伝の出し割りをでまた教えてください。味を教えてください。ごちそうさまでした。ありがとうございました。